はようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は雲南市肖像坊多賀典香さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今日も多賀典香さんとおしゃべりをしていきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。そう、まあこう月火と、まあいろいろLGBTQ 周りの話もしましたが、はい。まだあんまりお坊さんの多賀さんが出てきていないというですね。まあ実際ね、そのお坊さんっていうことで言うと、そのまあ今もそうですけど、そのお寺を継ぐという部分は弟さんがやっていると、主には。そうですね、はい。うん。うん、とはいえ、その自分自身が、その僧侶というアイデンティティ、はい、今もそうですよね、その、議員、市議会議員はやっているけれども、でも、自分の真の姿は僧侶であるっていうと、まああれだけど、そんな感覚ですか？そうですね。私、だから、なんか、どう表現していいかわかんないですけど、普通の坊さんにはなれなかっただろうから、よかったなと思います。やっぱうちの弟みたいに、うん、きちんと寺の仕事をする人がちゃんといて、で、うん、私は多分それはちゃんとできなかっただろうから、もし長男として生まれたとしても、うん、かそこはやっぱいい生まれ方をしたんかなって今だと思いますよね。うん、多分僧侶って言ったら別に寺の後継ぐことだけじゃないなっていうのは思ったんで、うん、まあ、それこそ得度をしたのは30代になってからだと思うんですけど、うん、まあ、その時に両親に得度をしたいけどってちょっと冗談めいて言ったら、うん、私はしてくるだわとか言って、あ、こんな簡単にできるんだと思って。で、妹と一緒に取りに行ったんですよ。徳田氏に行ったんですよ。はいはいはい。で、そこから、まあ、ちゃんと勉強し、ちゃんと勉強してっていうか、仏教について向き合おうというか、うん、で、いろいろ読んでいっ、読み物を読んでいったりとかしていって、でもやっぱ仏教の中でも納得できる話と納得できない話とかはあるんで、そこら辺は自分なりに噛み砕いていって、あ、多分、ブッダさんが言いたかったのはこっちじゃないだろうかって勝手に予想したりとか、なんかしっくりくる部分をブラッシュアップしていく作業というか、うん。で、それが、得度した後に未来の住職塾に行ってるので、うん、なんかそこが自分の中でこの寺を継ぐ僧侶じゃないものを育みたかったっていうのもあって、
まあ、行ってこうやってつながれて面白かったですね。今ここまたつながれて、うん、まあ、そうですね、うん。はるばる熊本に来たんでしたかね。体験に行ったんですか。体験に。うん、その時はだから、介護施設の職員？そうですね。うん、で、仏教と出会って仏教勉強しながら、そのさっき言った演劇とかにも出会って、うん、仏教と演劇がどう関係するかとかはないかもしれないんですけども、なんかその演劇を見たりすることによって、まず演劇人の生き方に感動したりとかもしたんですよ。こういう生き方でも生きていけるんだ、みたいな。なんか、うん、その、私なんか大学中退したんで、大学を卒業しないといいところも就職できないし、うん、とかっていう、なんかもう、結構植え付けられてるから、うん、大学中退しただけで人生の落語者みたいになっちゃったけど、うん、自分で思っちゃうっていうか。そうですね。うん、そんなに、まあ、後から思えば大したことではないなと。なんか、うんうん、でも、そういうのがなんかもう、こう、ちゃんと就職して、60代定年までは同じところで働かないと、人間失格みたいな、なんか、どこかに欠陥があるみたいな、ような感じじゃないですか。なんとなく。まあ、かつてはね、そんな、ね、のもありましたよね、きっとね。終身雇用制度の変更序列みたいな中でだったので、だから自分が仕事の多分年給をもらってそこの未来の住職塾に体験に行くっていうのもちょっと考えられないことではあったけど、価値観っていろんな価値観があるけど、そういうことしてもいいんだって自分にこう、なんか自分がこう、自分で足かせじゃないけど、してた分をこう、放ったというか、まあ、いいんだよ、みたいな、うん。ところはありましたね。そっか。ちょうどそういう自分を解き放つタイミングだったんですね。そうですね。うん。多分だけそれの前ぐらいに、雲南市で幸雲南塾っていうのがあって、ああ、言ってましたよね。うん。雲南塾。うん。で、それの時にもかなり、多分、これもちょっと不思議なあれかもしれないですけど、多分持って生まれたこういう自分はこうなんだろうっていう使命じゃないけど、あったとして、うん、こういう自分、使命というか、まあ自分って高乗りかみたいなのがあるのが、うん、結構社会の方で、この自分じゃないものでこう、鎧をつけていくんですよね。要は傷つく怖いから、はい。ラッピングをどんどんしていく。どんどんしていって、うん、で、自分が何したいかとかももう何のために生きてるかもわからない状況に、まあ自分でしていく、いったものを、その幸雲南塾で、これ剥がしていくんですよ。うん。じゃあ自分が本当にしたいことは何なのかっていうのを。それがものすごい痛い作業で。うん。だって。守るために。そうそう。傷つかないために、うん。そう、ラッピングしてたのを、剥き出しにしていくわけですね。そうなんですよ。その作業が痛かったけど、そのおかげで、自分は、こう、なんだろう、もう、ちゃんと人と向き合いたいんだと。うん。で、人を救うっていうのはおこがましいことかもしれないけど、そういう道に行きたいんだと。うん。いうふうなことにたどり着いたんですよね。で、それが、うん、多分僧侶の仕事と合致して、未来の住職塾に行かせてもらえたんじゃないかなと。思ってますね。なんか結構だいぶインターネットで
松本さんの名前が出るまで検索したんだと思うんですよね。うん。僧侶とはみたいなところから。はい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 。うん、そっか。その向いていく作業って、はい。じゃあその向く前の鎧をつけているそのラッピングした、なるべく自分が傷つかないっていう状態、つきたくないっていう状態の時って、そうだな、どんな口癖が出てくるようなこう、うん、あの精神状態なんですかね。まあ、まあ、要はずっと自己肯定感が低いんで、うん、なんで生きてるんだろうみたいなことが多かった。そう、うん、うん、そうですよね。よくあのね、どうせとかね。そう、私なんてみたいな。そう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 、そういうやつ。そんな言葉がやっぱこう、なんかちょっとしようかなって思っても、むしろ自分の中の何かがささやいて、え、どうせ、どうせ、みたいな。どうせお前なんてみたいなことが、そうですね、うん、湧いてきて、うん、立ち止まってしまうみたいな。と、あと、怒られるって思ってたんですよ。ああ、怒られる、うん。だから、一言一言自分が言う言葉が相手を怒らせないか、とか、ああ、そんなこと言ってもできるわけないじゃんって言われたりするのかなとかが怖くて、常に顔色が伺いながら、ここまで行ったら怒られないかなとか、ここら辺は認めてくれるのかな、認めてくれないのかなとか、を、まあ、相手の反応をずっと気にしながら、そうなんだ。なんか今となってはね、そのいや多賀さんらしくもないなっていう、うん、感じもするけど、そういう時期もあったわけですよね。あ、多分でもそれは見えないようにしてたと思います。あ、そうかそうか。そんなこと気にしてないんだよみたいな。うん、でもずっと気にしてたと思います。うん。そうか、それはなんでだろう。まあだんだん パターンっていうか、パターン化しちゃうと、まあ怒らせるのもあれだから、もうそもそもそういうこと言うのやめちゃおうっていうふうにこう引っ込めるようになっちゃうと思うんですけど、その前はやっぱ何かを言って怒られた経験があったりするのかな。うん、怒らせた。うん。うん。どうなんでしょう。そこが、私が反抗期だったせいで、結構父とバトルをしてたみたいなんで、記憶が私あまりないんですけど。この辺が。そっか、記憶がないんだ。そう。うちの母とか妹がすごい反抗期でだったよねとか言って言うけど、うん。そんなにすごかったっけってよ。ああ、でも、思い出せないぐらい何かがあったっていうね、ことなのかな。いや、多分もともと自尊心が強いと思うんですよ。プライドが高い。うんうん、持って生まれたものもよくわかんないけど、うん、結構プライドが高い性格だから、余計にちょっと否定されただけで全部否定されたと思ってしまうっていうところがあるんじゃないかなと、うん、はいはいはい、うん、ああ、確かにね、そのそうですよね、プライドが
高ければ高いほど傷つきたくないっていうのもね、強くなると思うし、まあ自分も振り返ってみるとそうだった、そういう人生だったような気がしますよね。うん、まあ今も別に抜けたわけじゃないと思うけど、でもまあだいぶ丸くはなったと思いますけど。うん、そうですよね。そこでも、向いていく作業って逆にどうやったら向いていけるんですか？本当にずっと自分と向き合うというか、うん、まあ、幸運男塾で高さんのしたいことは何をずっと問われるわけですよ、うん、でなんでそれをしたいのか、でそれによってどんな世の中にしたいのかとかっていうのをずっと問われるわけですよ、うん、で普通だったら私はそこで、あ、いやいいです、分かってもらえないならそれでみたいなので、多分切って、傷つきたくないから切ってって思うんですけど、うん、その幸運男塾の人は私のことを諦めないんですよ。その答えは絶対出ると思って、まあ、ずっと通ってくる。結構泣きながら、途中で、投げ出したくなりながらも、待てみたいな。身にこう引っ掛かえてじゃないけど、いや、多分できるはずだと信じて、ずっと伴走してくれたというか。うん。熱い。ですね。だから結構そのこれ言ってもいいんだろうか、心の奥底ではこういうこと思ってるけど、これ口に出していいんだろうかっていうのはすごく自分で封じ込めてたんで、うん、どうしてもおこがましいって思っちゃうんですね、私なんかが、うん、私なんかが言っても仕方ないし、私なんか言うことじゃないし、うん、どうせ世の中変わらないし、みたいなものを、いや、もしかしたら変えれるかもしれないし、もっと動けるかもしれないし、口に出してもいいかもしれないし、で、それを言っても大丈夫な場を作ってくれたんだなとは。うん。思いますね。うん。結構大変なんですよ。その、私多分0か100かの人間みたいなところがあったから、もうちょっと否定されたら、ああ、私のこと嫌いなんだってバッサリって感じなんで、うんうん、そうではないんですよね。本当はディスカッションができたらいいんだろうけど、日本人ってディスカッションできないじゃないですか。うん、こう日本人って言っていいのかわかんないですけど、私は本当にそれができなくて、うん、ちょっと話がこう、なんだろう。いや、それ違うんじゃないって言われたら、私のこと全部否定されたみたいになっちゃうと思うから、うん。じゃあもういいですってなっちゃう。そう、うん。あれが、いや、私のことをもうちょっと知りたいと思うとか、自分と理解し合いたいと思うからそう言ってくれるだけであってとかが、やっと変換できるようになるとか、うん。それって本当に自分のことをちゃんと好きじゃないとできないなと思って。ああ。自分が自分をちゃんと好きじゃないとできない。うん。じゃないかなと、うん。私は思っているので、やっと自分のことが好きだと言えるようにな
だから、あ、相手がこう言ったとしても、それは私のことを嫌いだからじゃないと。うん、話し合いをしたいんだ、ということに、たどり着けれたっていう。で、多分そんな自分が弱いと思って、その弱い自分とかも認めたくなかったんだろうと思いますけど、弱い自分であってもいいっていうのも、やっと分かったし、うん、人は価値観が全然違うんだっていうことを、ちゃんと認めるというか、うん、みんな絶対違うんだと。それでいいんだと。いうのが、あれですよね。結局なんか私って、あ、他の人は他の人の価値観があるんだけん、まあ、私のことを分かってくれんでもいいわ、っていうので投げてしまってたのが、そうではなくて、うん、他の人は他の人で価値観があって、私の価値観もあって、両方、こうきちんと話し合うことができるんだと。結構当たり前のことがやっと分かったっていうか。うん。そうですね。自分が自分のことを、うん、ね、そのためには自分が自分のことを好きである、ちゃんと好きであるっていうことも大事だし、それは同時に、みんな人は、一人一人違う価値観を持っているんだっていうことにも、まあ、本当の意味で納得しないとできないかもしれないですね。その、もう、私とみんなとはもうみんなそれぞれの価値観だし、私とみんなとは違うからもう分かってもらえないからいいんだ、いいわもうって言っている時って、うん、そうは言ってるんだけど相手のことも見てないかもしれないですね。うん、そうですね。うん。うん。そうか。うん。じゃあそのあたりから結構人と関わる関わり方もだいぶ変わったんじゃないですか。そうですね。ちゃんと話そうと、うん、うん、とちゃんと話を聞こうというのは、うん、とあとやっぱ子供たちにちゃんと伝えないといけないなとかは、うん、結構思いましたね。うん。そう。で、そうそう、住職塾の、を終えてからも、そのお寺での取り組み。まあ、お寺というよりは、もはや、なんかお寺に閉じてないんですけど、それで、こう、子供の遊び場を作ったっていう、まあ、あのあたりの話もちょっと、今日できなかったんで、また明日聞きつつ、もうちょっといろいろ話したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ここからは音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報はノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想などもノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。
Shin Shah Hot Ngam
少少よぐじぽせそ知恵無限上了し尊知が信仰計量心し諸苦の苦十五如小人忍辱不屈このポッドキャストはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。